はい、これはですね、アールグレイさんからね、コメントがいただきまして、まあ、いつもね、来てくれたり、あるいはもうあのミニカーのね、ミュージアムを作ろうと思って、まあ、数多くいるマネージャーの中の、まあ、一人でね、アールグレイさんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方がですね、教えてくださいまして、でこれは、まあ、元ね、こういう、まあ、軍の関係のね、関係があった人だったから、まあ、すぐ分かったんですね。でそれでこれは、オペルのブリッジじゃないかということが、まあ、さすがね、あの軍に強い、ね、さすがあの軍に強い人は、戦に強い人はもうパッと見てすぐ分かるんですね。ありがとうございます。本当にね、私のようなこんな下手くそな人間だしね、どこまでもついているような感じでね、皆さんついていただいて本当にありがとうございます。でこれはですね、ブリッツと言いまして、ブリッツっていうのは、まあ、ドイツのオペルが、製造している中型トラックらしいんですね。で1930年から、1975年まで、まあ、製造されていたんですが、主に1939年から1940年代にかけて生産された軍用トラックの方を、まあ、取り上げているということで、アダム・オペル社がアメリカ合衆国機構の GM に参加に入ると相愛して発売された中型トラックシリーズであり、ブリッツは伝来の入れ、フロントクリューで伝来を施してエンブレムを与えていた時代のようだと。アメリカで大量生産技術において総合メーカー精神に銀行を登録され、オペル企業を支えているとともに、オペルの経営を支えともに1930年代中盤には、ドイツの国内に中型トラック市場の波及を握りに行った。で第二次世界大戦初期の1940年、オペル社はナチスドイツの政府の指揮官に置かれた。オペルは第二次世界大戦中、ドイツ国内に多数のトラックを製造を行っており、特に使いやすいクラウドスラブリッツはドイツの武装自衛隊国防が軍用トラックとして第二次大戦中にドイツの陸占領下だったフランスをはじめ、北アフリカ戦略、ソビエト連邦の戦略で物資と兵器輸送を適用として運用され、大戦中に合計10万両を、超える生産が行われ、ドイツを代表する軍用トラックらしいんですね。でなお、ブリッツは3トン型中型トラックを作れるが、これは自重攻撃動画され、実際の上位流量は 1.5 トンほどである。軌道方式は通常の後輪軌道であるが、前輪軌道型も存在する。で戦後も同社のトラックに署名し、長年親方が伝説代償であったが、1975年で、まあ、生産を終了した。だから結構長いこともね、作ってたんですね、この時もね。で、まあ、戦前の前はね、戦前の前は、まあ、そういうふうに戦争にね、まあ、使われたりなんかしてたんですけども、戦後はね、まあ、民間用のトラックとして、配達用のトラックだとかね、まあ、そういったものでこう使われていたという形でございますね。で、前期型の方は初代のブリッジっていうのは、まあ、ボンネット型だったんですけど、2代目からはね、まあ、同じくボンネット型ではあるんだけど、まあ、ちょっとこう、これは初代のやつは細いんですがね、で2代目はこう横長にちょっとふっくらとした形になってですね、ボンネットの横幅がこう広がったって感じですかね。でも私はこの初代もまあいいなと思いましたし、まあ、これはアルグレイさんのおかげでね、社名が分かって、それを調べてみたんですけども、まあ歴代全部いいですね。昔の車って作りがシンプルでしたから、まあ技術的にも今の時代と比べたらね、シンプルだったから、やっぱそれが当時の技術の限界だったからね。だからシンプルだったんですよ。でシンプルな車ってのは長いこと走るから、結局ちょっとやそっとでは部品が壊れることもないし、ましてはこういう軍用とか軍で使ったりなんかするトラックってのはほぼ毎日ね使ったりするから、まあやっぱり丈夫じゃなきゃいけないわけですよ。何しろ耐久性がもう強い車じゃないといけないっていうところね。でこれがまあ使われてたわけですけど、まあこれ初代のブリッジなんですけどね、まあ2代目になるとまあちょっとこうすっとぼけた顔がね、していて、まあどちらもすっとぼけた顔してるんですけども、まあなかなかこういうすっとぼけた顔した車ってないですね。そのうちになんかマッチボックスあたりでね、やっぱ俺も同じマッチボックスだったんだけど、マッチボックスあたりでブリッツでね、2代目出してほしいなというのがあるぐらいなんですけどね。まあ初代はこう軍用として、まあ、使われていたらしくて、あれなんですね。
ですからここにこう書かれてたんですね。全く分かんないです、英語だったからね。英語だから分かりませんって感じでね。で、アールグレイさんには本当ありがたいなというふうに思います。本当分かんないですか、こういう車はね。というわけで、どうもありがとうございました。